はい。どうも、こんにちは。沖縄ばばです。はい。ミータンはカラーボックスの、ミータンだってごめんなさい。ミケさんはね、えー、カラーボックスの中に入っております。はい。えー、皆さんどうも、こんにちは。これね、あの、イグチ博士の、いわゆるね、ハーのプーですね。ハーのプーの観察日記です。はい。ハーのプーにね、また何か異常が起きているようです。はい。ハーのプーに異常です。ということは、 太陽嵐が吹き荒れてるということですね。つまりは。はい。えー、連日ね、中規模程度の、かなり結構強いですよ。中規模程度でもね。中規模程度の太陽風が、あ太陽の磁気嵐ですね。があ、毎日毎日吹き荒れてますよということです。えー、まあね、えー、太陽嵐が吹くとね、えー、まあ、はい。いろんな影響が、あのー、ね、あのー、 地球にね、及びますので、えー、前にね、磁気嵐があった時はね、えー、重なっちゃったんですよね、トルーの国交とかのね、字の心身とね。はい。なので、今回ね、えー、ハーのプーのね、はい、えー、いあのー、いわゆるグラフですね。えー、連日おかしくなってます。はい。 えー、なので、えー、要注意です。はい。本当に。朝も配信しましたけど、おかしなことばかり起こってます。日本で。はい。えー、わかりますよね。もう、あの、なんか、海の生物がどんどん、あの、陸に上がってきちゃったりとかね。えー、クジラとかね。えー、まあ、もう、あの、なんて言ったらいいんでしょうね。岸の近くまで来ちゃったりとか、 まあ、そういう異常現象があるんですよ。はい。そこに来て、このハーのプーですね。ハーのプーのグラフがおかしくなっているということで。はい。えー、太陽のね、磁気嵐が生じていますよということです。えー、ちなみにね、 えー、な、これ私もね、あの、記事書いたんですけど、赤いオーロラがね、出てますよっていうこともね、えー、前に言いましたよね。で、ここみちゃんがね、昨日か一昨日かな。あやっぱり配信してましたよね。なので、本格的にこれおかしいです。はい。本格的におかしいです。えー、皆さん直感を信じてくださいね。えー、で、えー、逃げる準備はしておきましょう。はい。 ええー、まあ、非常持ち出し袋ですね。ええー、その、きちんと準備をしておくということです。はい。まあ、地震なんていうものはね、何、あの、時間によっても違うんで、はい、時間によっても違います。あの、何時に起きるかで、かなり結果が変わってきちゃいます。はい。えー、朝ごはん作ってるような時間だと、あの、神戸のね、あの震災みたいに、 あの、火事が増えちゃうんですよ。でもですね、あの、この前の、この前ってさ、あの、えー、東日本大震災の時ですね。はい、あの時はあ、お昼過ぎだったんですよね。2時ぐらいだったかな。に起きたんで、誰もね、えー、火,な火を扱ってるところはなかったんですよ。なので、火事による災害っていうのはほとんどなかったと記憶しています。 はい。えー、どちらかというとね、2の並々ですね。2の並々の方があ多かったですね。はい、被害はね。えー、あと、あれですね。液状化ですね。これ当たり前ですけど。なので、まあ、液状化し、もうしそうなところはもう私何度も言ってるんですけど、えー、引っ越せる人は引っ越してください。あのー、埋め立て地に住んでる人ですね。 はい。埋め立て地は危ないです。はい。えー、地震の時に、えー、液状化起こります。はい。えー、これは言わなくてもわかると思いますけど、まあそういう事実からね、目を背けていたいっていう人もいらっしゃるようなんですけど、背けててはね、何の対処もできませんから。はい。そういうことです。うん、なので、まあ、引っ越せるんだったらね、まあ引っ越した方がいいと思いますよ。埋め立て地からは。はい。まあそういった ね、準備、はい、を十分しておくということですね。はい。まあ、お願いいたします。 各人で、もうこれはね、各人の責任なのでね、防災なんていうのはね。えー、なので、えー、もういつ起こるかわかんないんでね、これはね。ただ、あ起こる気配がずっとこのところ高まってきているということです。まあ、海の生物の動きを見てもわかりますし、あと、歯のプーですね。これも、あの、異常値が出てます。はい。 ずっとこのところ、太陽嵐が吹き荒れているということですね。こちらのね、記事の方貼っときますんで、どうぞ皆さん見に行ってください。よろしくお願いします。そして皆さんね、各自防災意識を高めましょう。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。